リアルオーダーオンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。前回はストロボの基本的な設定の仕方、シャッタースピードはもう明るくても暗くても関係ないので125分の1秒固定でいいですよ。ISO感度はストロボで強さを変えられるので、もう一番きれいに撮れるように100に設定しておきましょう。絞りは撮りたい写真のイメージに合わせて絞りは自由に決めていいですよ。そしてストロボですね、光る明るさの量、強さを自分で好みで設定していきましょうっていうところまでお話ししました。今日は実際にこのストロボを見てみましょう。これですね、これがモノブロックストロボって言われるストロボになります。電源が出ていて、この電源はコンセントに挿します。で、表にフラッシュが、ストロボが光るための中に電球が入っています。で、後ろ側見てみますね。ここにいろいろダイヤルがあるんですけど、結局は電源を入れてここのボリュームで明るさを決める、それぐらいしかやることはないんですね。実際にやってみますね。ストロボの後ろにシンクロコードって言われるカメラとつなぐコードを刺す穴がありますので、ここに線を刺します。で、そのもう片方はカメラに刺します。カメラの機種によってシンクロコードをつなぐ接点の位置が違ったり形状が違ったりするので、それはカメラごとに調べていただきたいんですが、このカメラの場合は横に刺すところがあるのでここに刺します。これでカメラとストロボがつながりました。ここで電源を入れてフラッシュをスタンバイさせてシャッターを切ると光る、これだけですね。フラッシュとカメラをつないでフラッシュを切る、これだけでストロボはすぐに光ります。で、ストロボで一番大事なのはここのダイヤル、ここにダイヤルが、つまみがついていますが、フルっていう方にするとこのフラッシュがマックスで強く光ります。そしてこれをこっち側に絞って、こっち側に何分の1、何分の1って書いてあるんですけど、フルに対して光量を何分の1に絞って発光してますよってことなんですね。なんでこっちにすれば強くなる、こっちにすれば弱くなる、これだけです。これで簡単に明るさを調節することができるので、次回の動画ではフラッシュの明るさの測り方を実際にモデルさんに来ていただいてやってみたいと思います。それではありがとうございました。